ハイデッカー、ハイデッカー、ハイデッカーは、客室の床を通常より高い位置に配置したバスや、鉄道車両の構造である。二階建て車両に近い前行を持つが、平屋構造である。ハイデッカー車と呼ばれることもある。座席からの眺望を良くすべく、観光目的の車両、路線から採用が始まった。日本では、バスにおいては観光バスや高速路線バスの主流である、 鉄道においては、ジョイフルトレインやグリーンの一部などに見られる。バスにおける、ハイデッカーとは、客席床面にホイールハウスの張り出しがないものを言う。日本のバス分野でのハイデッカーの登場は1960年、昭和35年前後に遡るとされるが、1964年、昭和39年には三菱不走。 ボディは三菱重工業が観光バス向けのオプション仕様として、セデッカーと呼ばれる部分高床車を設定、観光車の他高速路線車としても採用された。1976年、昭和51年には、イスズ自動車、ボディは川重車隊工業が全高3.3メートル、全室高床構造のハイデッカー I 型を発売、さらに翌1977年、 昭和52年には、ド、トラックス、旧、日産ディーゼル、ボディは、富士重工業や三菱不走・ボディは、三菱自動車工業が故に追随して、フルデッカー型の車体を設定したことから、急速に、全室高い床車が普及していくこととなった。スーパーハイデッカーは、床面をさらにかさ上げし、全高を3.6メートル以上に、引き上げ、主に長望と、 床下,下仮想スペースの拡大、主に荷物室を両立したバスのことである。上級仕様の観光車や夜行高速路線車などに幅広く採用されている。夜行高速車の場合、床下にトイレや仮眠室を設けている。2階建てバス、ダブルデッカーとハイデッカーの中間的な高さから2階車と呼ばれることもあるほか、かつては2階建てバスと呼ばれたこともある。 スーパーハイデッカーは従来車に対して車高が高く、車重が増すため、法令で定められた一軸10トンまでという軸重制限から、当初は後輪を二軸にした三軸車がメインであった。しかし三軸車は一般に走行安定性は良いものの、法令で定められた全長12メートルまでという制限下では、床下仮想スペースの減少を招き、全体の車重がさらに増すこと、 タイヤ本数の増加による維持費の増加などの問題があり、その後、二軸スーパーハイデッカーが開発されることとなった。当初は車高を三軸車に比べ若干下げる、補助席の定員を制限するなどの軽量化対策が取られていたが、全車軸を後方へ下げてホイールベースを短縮し、燃料タンクをフロントオーバーハングに移すことにより重心位置を適正化。 軸重に余裕を持たせることに成功した。これに合わせ、タイヤ自体の許容荷重も引き上げられており、負担力が向上している。しかし、これらの変更で、ピッチングとハーシュネス、乗り心地のうち、突き上げ感は増す結果となった。日本初のスーパーハイデッカーは1977年に、大阪の中央交通によって輸入された、ネオプランル1 1 6サンシティライナー。 三軸車と言われている。その後、二階建てバスでは、1、2階ともに居住制に制約が出ることから、豪華観光バス向けとして、シングルデッキのスーパーハイデッカーに注目が集まることとなった。1983年、バンホールアクローンが、岐阜乗り合い自動車などに導入される。同車は、国内初の全高3.6メートルの二軸、スーパーハイデッカーである。 翌1984年に三菱自動車工業、現三菱不装トラックバスから国産初のスーパーハイデッカーである PMS725S 改め型スーパーエアロアイが登場する。エアロバスの車高途中から上げ途中で傾斜のついた独特の屋根形状が特徴である。さらに全体的に車高を上げたスーパーエアロ E が登場する。スーパーエアロ E は 試作者にもかかわらず、かなりの販売実績を残し、ノクターン号など夜行高速バスにも使われた。なおこのスーパーエアロは二軸車のため、軸重の関係から全高が3.5メートルに抑えられていた。1984年に日産ディーゼル、ゲンとト,トラックスは KDA50T 型をモデルチェンジし、PDA66U 型を発売した。 三軸車のため軸重に余裕があり、日本製では初めて全高3.6メートルを実現したと同時に、初の形式承認を受けたスーパーハイデッカーとなった。なお KDA50T 型は1981年に登場した日本製では、初の三軸車で、ハイデッカーから約200ミリメートルほど車高、床高さをオップしており、国産スーパーハイデッカーの先駆けとなった。 PDA66U 型は、翌1985年にモデルチェンジし、PDA67UE 型となった。前輪独立喧嘩となり、三軸車の強みを活かして重装備に対応し、今回からスペースウィングの名称が与えられた。車体は、ほとんどが富士重工業製だが、一部に西日本車体工業製が存在する。1985年3月には、 三菱自動車からエアロクイーン系が発売された。車体をクレハ自動車工業、現三菱不走バス製造が担当し、エアロキングと共通性が高いデザインとなった。試作車扱いだが国産初の低運転台、二軸車、全高3.6メートルのスーパーハイデッカーである。同年8月、日野自動車からブルーリボングランデッカーが発売される。 全高3.6メートルの二軸車としては、初の形式承認を得た車種となった。同年10月、三菱自動車から、エアロクイーン W が登場する。三菱初の形式承認を得た同車は三軸車で、車種はエアロキングと共通であった。1986年には、イスズから、同車初のスーパーハイデッカーである、スーパークルーザーが登場する。 二軸車で重量に余裕を持たせるため、ホイールベースを短縮し、フロントオーバーハングに燃料タンクを設けているのが特徴である。また、国際標準の10スタッドホイールが初採用となった。IK コーチ、イスズバス製造を経て、現、J バス、富士重工業が車体を仮装した。 1986年に西日本車体工業から4名から全ての車シ,シに対応可能なスーパーハイデッカーボディの SDI 型が登場する。ハイデッカー用車種に仮装される関係上、軸重の関係からスーパーエアロと同じく全高3.5メートルに抑えている。1988年に三菱自動車から PMS729S 型エアロクイーン M が登場する。軽量ボディに高出力エンジンで当時増えていた夜行高速バスに多く使われた。ほぼ同時期に西日本車体工業から PMS729S 型車子に仮装した西高発の本格的な二軸スーパーハイデッカー SDE が登場した。SDE 型はムーンライト号など西日本で 夜行高速バスに広く使われた。1990年に日野自動車はブルーリボン RU6 バイト系観光バスをモデルチェンジしてセレガを発売する。滑らかな局面で構成された全面ヘッドランプとコーナリングランプの一体化などスタイルを一新し観光バスに新たなイメージを作った。 またエンジンは前モデルのブルーリボングランデッカーが 330PS と出力不足であったため特に夜行高速バス市場において競合するエアロクイーン M の三の 355PS に対して劣勢であったそのためそれを大幅に上回る 370PS のエンジンを採用したこれにより夜行高速車においてもある程度エアロクイーン M からシェアを奪うことに成功した この後、観光バスの高出力化競争が活発化し、自動車 NOXPM 法が強化される1990年代末まで続くことになる。日本において最初のハイデッカー車と思われる車両は、1962年に登場した近畿日本鉄道近鉄の団体列車用2万100系電車である。この車両は、 世界初のオールダブルデッカー車とも言われているが、中間車の一階部分は付随車でありながら、電動車に必要な機器で締められており、客席スペースは二階部分と両端の平屋部分のみ、かないため、実質ハイデッカー車であった。その後、複数の私鉄や日本国有鉄道、国鉄 JR で採用されたが、2000年に交通バリアフリー法が制定されて、以降は、新車、 改造車などのハイデッカー採用例はほとんどなくなった。これは、車椅子など使う、足が不自由な身体障害者の移動を考慮した場合、段差があるハイデッカーは、対応が難しいためとされる。また、法制定以前に登場した車両についても、大規模な車両更新の際には、バリアフリー化が義務付けられていることから、段差を解消することが、構造上難しいハイデッカー車は、 更新対象にならず、早期廃車されることがある。一例として、小田急電鉄、小田急1万系の更新を行わなかったのは、バリアフリー化は困難だったことが原因とされる。2005年に5万系の投入で廃車が始まり、登場後25年の2012年3月のダイヤ改正をもって、営業運転を終了となった後にほとんどが廃車となり、残った少数が、長野電鉄へ譲渡。 長野電鉄線経電されている。また、1991年登場のハイデッカー車、ダブルデッカー車を連結している2万型も、同様の理由で、2012年3月のダイヤ改正にて1万型と同時に引退している。一方、1万系2万型より車齢が高い7000型は、平屋構造で交通バリアフリー法制定以前に、 バリアフリー対応工事を行っていたため、2018年まで運行を続けた。近鉄においては、2100系電車以後の採用は1990年に製造された2万系電車で、先頭車後部の2階建て部分を除いて全車がハイデッカーとなっているが、先頭車全部については、展望を考慮し、前方へ進むに従って、階段上に席を下げている。近年では、 観光需要に特化し、設備を充実させた5万系。島風でも編成中の一部車両で採用されていい。小田急においては、ロマンスカーと称される、特急用車両において多く採用された。1987年に登場した1万、軽電車は、先頭車全部の展望席を除いて、全車ハイデッカーであるほか、1991年登場の特急、朝切用。 車両2万軽電車は、相互乗り入れ車両である JR 東海371軽電車で採用された、通常の床面高さではなくハイデッカーを採用した、両車ともダブルデッカーを連結している共通点もある。名古屋鉄道、名鉄では、1984年登場の8800軽電車で採用したが、一両全体ではなく、先頭車の展望席がある全部一。 三のみであった。このレイアウトは1988年に登場した1000系電車でも踏襲している。伊豆急行の2100系電車でも、先頭車全部がハイデッカーとなっているが、近鉄2万系と同様に前方へ進むに従って、階段状に席を下げている。国鉄では、ジョイフルトレインとして1985年に登場したアルファコンチネンタルエクスプレスで、 初めてハイデッカーを採用し、先頭車の展望席がある一3全部をハイデッカーとした。このレイアウトは、その後登場した、ユ・ウトピア、サロンエクスプレス・アルカディア、フラノエクスプレスなどの多くのジョイフルトレインでも取り入れられている。量産車及び一般客向けとしては、百八十六年にキハ八十三計五百番台のグリーン車で初めて採用され、 客室部分はすべてハイデッカーとなった。側面窓に屋根まで回り込む大型の曲面ガラスを使用し、広い視界の展望を得られるように配慮されている。以後、国鉄 JR で登場するハイデッカー車は、曲面ガラスの側面窓も一緒に採用されていることが多い。1987年登場のジョイフルトレイン、トマムサホロエクスプレスでは、三両編成すべてに、 ハイデッカーを採用したが、JR 加護の1988年に、ハイデッカー中間車1両と、平屋構造の食堂車1両が増結されため、編成すべてがハイデッカーではなくなった。その後、1998年から前述の2両を編成から外したことにより、再びオールハイデッカー編成となった。国鉄 JR の電車で初めて採用された例は、 1988年4月10日の瀬戸大橋線開業に伴い、快速マリンライナーが新設され、国鉄末期から運用されていた213軽電車に JR 西日本が独自設計して申請。真下、グリーン先頭車である。また、この車両と同構造を持つジョイフルトレインとして、スーパーサルーンユメジも同時期に製作された。JR 東日本では、 1990年に特急スーパービュー踊り子用として登場した251軽電車が初の採用であり、重量編成のうち先頭2両とグリーン車1両のダブルデッカー3両を除いた7両がハイデッカーである。また、ダブルデッカー通勤車両の215軽電車は機器搭載スペースの関係で重量編成中の先頭車2両のみがハイデッカーとなっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。